はい、おはようございます。 T ロックで走る東京下道ドライブ、ドライブと言います。ここですね。はい、バンパーが停止線を越えないように止まりまして、左右確認をしました。 OK。 はい、ここでね、以前一旦停止を取られてしまいまして、去年かな、一昨年かな、いや、ちゃんと止まりましたよって、物陰に隠れてきた警官が出てきてですね、止まりましたよって言ったんですけども、いや、停止線を車体が越えていると、ということで、その前で止まらなきゃいけないとということを言われました。そして、ここは今一旦停止じゃないですね。そしてもう一つ言うと、止まる時間が短いと言われました。それ厳密に何秒とかあるんですかっていう話は、ちらっと参考のためにね、食いつくつもりはないですよ、参考のために聞いてみたんですけども、安全が十分確認できる時間が必要ですということで、まあそれが主たる原因ではなかったんだと思うんですけども、まあ、車体が停止線をかすかに超えていると、確かめてはいないんですが、5、6センチじゃないかなって僕は思うんですけども、そうですかということで1点減点食らいました。6000円です。痛い。食らってしまいましたよ。それで、私の長年にわたるですね、ゴールド免許の輝かしい歴史がですね、ここに幕を下ろしたわけです。で、今日実は今免許の書き換えに向かっておりまして、今は違反の記録はついていますけれども、ゴールド免許なんですけども、これで書き換えられて新しいものが発行されるとですね、更新されるとブルー免許とゴールドさようならということになるわけですね。まあ仕方がないですね。ドライブといいますか、今日はですね、ある目的があって走っております。運転免許試験場というんでしょうか、正式名称、府中にありますですね、その施設に今向かっております。免許の書き換え更新です。更新ですね、間もなく誕生日ということで、まあまだ一月あるんですけども、今のうちに行っておこうと思って今向かっております。で、4月からのですね、まあ仕事開始に、仕事って言いますか、まあ仕事はしてるんですけども、なんか言い訳みたいになっちゃうな。4月からまたね、新学期ということで授業も始まりますので、少し私も頭の中をリフレッシュしとかなきゃいけないわけです。まあこれは毎年ね、怠りなくやってることではあるんですけどね、資料をパラパラと、なんか目的があってね、何かをフォーカスして調べるっていうよりは、ある程度こう蓄えられたものをさらに補填していくといいますか、肉付けしていくといいますか、その欠落部分がね、講義で、まあ、例えば90分語っているとですね、あ、本当は自分ここは弱いんだなと思ったりすることがあるんですよ。具体的にはまたおいおいお話ししていきたいなと思うんですけども、まあ回を改めてですね、それをやらせていただきたいと思ってるんですけど、今大雑把にお話しすると、まあ例えばですけど、歴史があるとするじゃないですか、美術の歴史があるとするじゃないですか、連綿と続いてるわけで、ある程度のことは抑えてるし、
まあ、得意分野はこの辺だとかいうことも自分で分かっておりますし、理屈は全部ついてるつもりではいるんですけども、ある部分っていうのはやっぱりちょっと弱いんですよね。これは何に基づいて、その自分の弱点があるのかっていうことが、分かるときと分からないことがあるんですよ。何言ってるのか分かりませんね。その弱点、弱点となる、なってる、自分が薄いなと感じてる、まあ、時代って言いますか、まあ、わずか、数年とか数十年の、まあ、十数年の間のそのことをですね、なんとなくこううまく誰も気づかないので小さくジャンプしてですね、まあ、ごまかしてるわけではないんですけども、あまりそこにフォーカシングしないというような部分があるような気がします。これが必ずどこなのか、大きくね、例えばルネッサンスなのかとか、というようなロココなのかとかですね、そういうようなガバッとしたくくりじゃないんですよね。そのルネッサンスの中の、何年から何年の間、あ、ちょっと自分この時代のエピソードというか、何が起こったのか、その前と後ろで空気が変わったような感じ、これは何に起因してるのかっていうのをちょっと探りきれてないなと思うことがあるんですよ。そういうところをうまく平滑化していくって言いますか、要するに道があるとしたら、ところどころ穴が開いてるんですよね。で、ここ通行できないほどの致命的なものではなくて、四輪であれば乗り越えていけるんですけども、ただまあ、道路としては欠陥があるじゃないですか。私も教員として欠陥があるなと、穴がいっぱい開いてるなと、その穴を埋めたいわけなんですけども、ただその穴っていうのは自分でもよくわからないんですよ。ある角度である物事を見ているときに、あ、ここ弱いなって思ったりするんですよね。だけど、角度が違うとですね、その穴が開いてること自体も気づかずにまたいで、難なく通り過ぎていることもあるんですよ。まあ、気づいた方がいいですよね。それで、気づきを与えると言いますか、自分に気づきを与えるために、下調べって言わないですね、もうこれは調べ物ですね、立派な、行わなきゃいけないんですけども、フォーカスを合わせすぎるとですね、やっぱり穴がね、自分で認識してる穴に対してはフォーカス与えやすいですけど、認識してない、さっきから語っているような穴についてはですね、穴が開いてるかどうかって気にせずに、また覆いかぶせるようにですね、ある程度吸収していかなきゃいけないものっていうのはあると思うんですね。すごくアバウトな話ですね。運転してると本当に言語中枢が麻痺するというか、もう一度話をちょっと戻すと、道路に穴が開いてますと、そのポコポコっと開いてる、乗り越えられるし、徒歩でもですね、またいでいける穴なんですけど、穴はできるだけ開けたくないと、それを上から柔らかく塗って修正をしていきたいというようなことでしょうか。そういうイメージですね。ですから、この本を読めば絶対っていうのはないんですよね。3冊4冊を散らかしながら読んでいて、あ、この辺だなっていうのが、読んでいないと自分でも気づきにくいということです。まあ、これは例えて言えばね、もう一つ、そうだ、今思いついたんですけど、運転と似てるかもしれませんね。完璧な運転をする人っていうのはいないと思うんですよ。けれども、だから家でね、俺の運転どこが悪いんだろうっていうふうにこう反芻してる時っていうのは、あんまり具体的な事例に思い当たらないと言いますか、まあ普通に、
だよねと、自分は普通だなという程度の結論になりがちなんですけど、実際にねハンドルを握ってエンジンをかけて運転してみるとですね、やはり気づくものはありますよね。まあ先ほどから話題になっている、一旦停止を一旦停止の仕方が悪かったという違反ですね、違反を取られてしまった事例などがそれに当たるんだと思うんです。僕は割と止まるようにしてるんですけども、一旦停止に関しては。ただそれがね止まり方が悪い、あるいは、バンパーの部分が停止線にかかっているではないかというようなことについてはね、まあ日々片目をつぶっている部分があると思います。むしろ現実面での安全を優先しているというか、規則と切り分ける傾向があって、規則通りやってしまったら左右が見えないから、もう少しだけ前に出て止まった方が左右の安全には効果があるというふうに自分で思い込んでるんでしょうね。まあ道によっては実際にそういうところもあると思うんです。だけどそうじゃない道もあると思うんですよね。停止線で止まってぴったりっていうところもあると思うんですよ。でも自分の中で停止線はちょっとまたいでちょっと前気味で止まった方が、要するにまあその分左右は見通しが良くなりますから、というのがこう積み重なってるんでしょうね、自分の中にね。それで違反を誘発してしまったのかもしれないと。この信号と信号の間に止まってる人っていいのかな？わかんないけど、いろいろね、これはダメ、絶対ダメ、これはある程度いいんですよっていう見極めがね、何年経ってもわかんないことっていうのはやっぱりありますね。あんまりね、スピード乗るとやばいっす。まあ他と同じような流れで、さて話してるうちにね、ちょっと郊外な感じになってきましたよ。府中の運転免許試験場というものを目指してるんですが、府中市なのかな。まあそうなんでしょうね、きっとね。それで、今通っているのは三鷹のあたりということになりますか。この先、あ、ここがタイヤ館ですね。今そのタイヤを履いてますけども、もう少し経ったらここに来て、タイヤを履き替えるという儀式をやんなきゃいけないですね。今年はね、冬の旅に行こうと、雪にまみれた景色をですね、雪景色をですね、見たいなと思って楽しみにしていたんですが、まあ、まん延防止が解けず、残念ながらですね、自粛しました。来年は行けるといいなと思ってます。まあ2人でね、車で行く分にはまあその大したことではないんだろうとは頭の中では思ってるんですよ。けれどもまあ我慢できるんであれば我慢した方がいいという思いも一方でありまして、我慢を取りました。あまりこうね、右車線左車線って小刻みに車線を変えるのはあまり多分好きじゃないんですけどね、その先で何があって渋滞してるのかっていうのはね、慣れてない道だとわからないですよね。見通しが効かないと、何かとんでもない勘違いラインに並んでることっていうのもありま
ますね。時々あると思うんですね。右折車がね溜まっていて、右側車線が右折レーンじゃないけれどもずっと伸びていって、通行の妨げになっているということは、まあ、多々あることですよね。今もおそらくそれに近いことが起こってたんだと思うんですけど、定かではありません。航空宇宙技術研究所が左にあります。皆さんからはね、カメラ今ちょっと操作できないので映っておりませんけれども、いいですね。桜ですね。これは春、まあもうずいぶん春っぽくなってきましたけど、あと2週間もすれば桜が開花するんでしょうか。あるいはもう三分咲きぐらいになってるかもしれませんね。そうか、自転車か。僕も自転車乗るので、自転車の見方のつもりなんですけど、乗り方が危ない人っていうのは見てて怖いですよね。歩道の方にね、歩行者コースと自転車コースを分けているところがあって、ここはそうなんですよね。歩行の車道側幅 1.5 メートルぐらいを自転車用専用ということにレーンを切ってあるので、まあ本当はそこを走ってくれると車も自転車もお互い住み分けができていいんですけども、だけど乗り心地が悪くないんだよね。そのことはよくわかります。この道は僕も自転車で走ったことあって、なんか滑らかじゃないんですよ。でこぼこでこぼこ歩いてる分には気づかない程度ですけど、自転車だとね気づいちゃうんですよね。でこぼこでこぼこしているとその車道に降りてスイスイと行きたいという気持ちに、まあこれはなります。ですから車道を整えていく、このフラットを出していくね、この技術でやっぱり歩道の方もね、自転車道も含め、フラットにできるだけしてもらえるとより安全性が高まるんじゃないかなというふうに思うんですよね。はい、私の住んでるエリアに比べるとですね、おドン・キホーテ、こういうね大型店が増えてくるのが特徴です。郊外の特徴ですね。郊外って言ったらでも失礼なのかな、まだ別に郊外じゃないよっていう住んでる人は言うかもしれないですね。その辺はどうでしょう、ただまあ車主体で生活する感じですよね。まあもちろんバスの人もいますけれども、店舗にですねそこそこの駐車場がだんだんこう備わっていくっていうのがこの辺りの特徴かと思います。だんだんそうなってきて、さらに郊外に行けばまあものすごい広いねっていう駐車場がついてきて、まあ大変便利という。そして一点私の住んでるあたり、まあ大都会というわけじゃ全然ないんですけども、都会寄りですねに行くと駐車場がね狭い、小さい、ないということに、まあ、なってきます。今は緑のおじさんも結構厳しいですから、すぐね、違反切符取っちゃいますので、まあだから昔はねちょっとラーメン食ってるぐらいいいだろうみたいな感じで迷惑にならないところに路駐してババーッと食べてごちそうさんって言ってビューって行くという、まあおそらくタクシーの運転手さんなんかはそういうライフスタイルだったと思うんですけども、
そういうことができなくなりましたね。ラーメン屋、定食屋、定食屋ってまあそもそもあんまりないか、牛丼屋、そういったまあ、あの日本的ファーストフードはですね、駐車場持ってない店はそういう、まあ、あの生活で許される範囲での路中という習慣とともにですね、何言ってんだ、路中という許された範囲の、かつてはね、その、まあ、範囲は時代によって変わるわけですけど、許される許されないも変わるわけですけども、まあ、かつてはね緩やかだったわけですよ。そういう、時代に、店舗を出してここはいい場所だっていうことで、皆さんに立ち寄ってもらいやすいということで出した店っていうのはあるでしょうね。そういった店がここ5年ぐらいですか、もっとかな、緑のおじさん厳しくなっちゃってね、もう見た瞬間違反になりますから。ですからね、ラーメンも食べてられないということで、そういう店はあのコロナとは関係なくですね、またしんどい面もあるんじゃないかなと思うんですね。さらにね、そこにコロナで追い打ちのような事態になっていますから、本当ね、愛すべき古い、路面店というんですかね、そういうものは残ってほしいですよね。あのモールとかね、駅前にこう集めてね、駅ビルとかで飲食フロアとかですね、そういうのもまあもちろん便利だっていうのも分かるんですけど、僕にとってはね、なんだかそれはそれで不便なんですよ。どうでしょうか、年齢によって違うのかな、なんか街と一体化してるっていう方が僕は好きですね。なんか孤立してね、トイレも綺麗だし敷地も大きいし、駐車場も多少あって、モールの中に美味しいラーメン屋が2軒入ってるみたいなことって、多分今若い子たちはそういうところにこう休日になると出かけていくというか、まあそういうところしか行けないですよね、今の時代はね。仕方がない。いやいや、彼らにとっては楽しみなのか、僕にとってはね嫌です。僕は行きたくない。あの駐車場からラーメン屋までというか、なんかその計画性が嫌なのかな。どこどこのモールに行く、何を食べる、駐車場この辺にあるみたいな計画性がきっと嫌なんだな。だからあんまり正直言うと車では食べに行かないんですよ。あの自転車でブラッと行って、あ今日はここがいいなぐらいの感じで選びたい。一期一会的というか、その時の気分を優先したい。そのためには計画というものがですね、時には邪魔になることもあるかと思います。話がもう本当関連性なくて本当すいません。もうすぐ目的地に着きます。駐車場がそこそこあるエリアですよと言ったにもかかわらずですね、ここの試験場はですね、残念だけどあんまり駐車台数多くないと思うんですよね。はい、そういうことでだんだん近づいてまいりました。それではまた後で。はい、教習をですね、講習会か、終わりました。2時間の講習プラスアルファ視力検査とかですね、写真撮影とかありましたので、約3時間ぐらいかかったんじゃないかな。いや、待ち時間もあったからもっとかな。はい、なんか意外に疲れましたね。はい、お腹がペコペコでございます。今日はちょっと着ているウェアがですね、ガサゴソ言いますね、ガサゴソガサゴソ言ってますけども、まあそんな感じでやっと無事終わりました。これからですね、お昼に行こうかな。
あのちょっと走ったところにですね、すごく美味しいチャイニーズのお店がありまして、そこの担々麺が絶品なんですよ。そこへ行ってみようかなと思います。意外に駐車場広かったですね。ラッキーにも止めることができまして、外の駐車場にお世話になることはありませんでした。講習の後半でビデオを見たんですよ。怖かったです。リアルなドライブレコーダーで記録された、まあちょっとした事故、ちょっとしたっていうのが多分ツボどころなんですけど、こういうようなことですね。ドライブレコーダーだといきなりこう画面に飛び込んでくるので、非常に臨場感と言いますか、妙な迫力がありました。怖かったです。右折時の車の影になってて、向こうから直進してくるバイクとかね、自転車とか、それから、それが怖かったですね。それからね、一旦停止を怠った場合に右から自転車が、まあ、画面の上で言えばですね、飛び込んでくるわけですけど、飛び込んできてるわけじゃなくて、お互い普通のことをやっていて事故につながるということですね。あ、車の方は普通じゃないか、一時停止をしてないわけですからね。これが減速はしてるんですよ。かなり徐行はしてるんだけど、やっぱりそれでも一時停止をするしないということで、ドライブレコーダーで見てるとね、一時停止しろよって思うんですよ。していないと、ああ予想通り右から自転車かっていうことになって、もう非常に臨場感がありました。怖っ。だからね、自分が運転してる気持ちになって見ていましたので、とっても辛かったです。怖かったです。ドキドキでした。なんかね、これ気をつけなきゃいけないなと、身の引き締まる思いが新たにしました。講習ビデオを見るのいつも嫌だなと思うんですけど、まあ何年かに一度更新の時には見た方がいいですね。客観的に反省する時間っていうのは必要だなと思いました。スピードを抑えてというか、まあ、制限速度できちんと走っております。後続車が多少溜まってるようにも見えるんだけど、バックミラーを見るとですね、まあでも仕方ありません。これもですね、もうフォルクスワーゲン T6 の ACC をセットして今法定速度で、まあ目いっぱいですけども法定速度で走っております。こういう時にね、上り坂で、まあ前の車がね、上り坂だからこう前面見えないじゃないですか。屋根の方が見えて、だんだんボディが見えてというふうに坂を登っていく時に、自動運転の機器っていうのか、その自動的にブレーキを踏んでくれるタイミングがちょっと遅れる感じはありますよね。まあもちろんこれ人間でも同じことなんです。ですから車が悪いとかですね、そのシステムが悪いとかばかりは言ってられない。それを言っちゃダメですよね。そこは人間がきちんと見なきゃいけないというところだと思います。まあいずれにしてもね、
いい勉強になりました、いい時間でしたいや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 怖かったね、運転気をつけなきゃ本当に、いけません、うん、その2年前かな、一時停止を違反で切符を切られて以降はですね、一時停止もきちんとするようにしてるし、まあスピード違反もですね、気がついたらきちんと法定速度に戻すで走っておりますうん、きちんとやってますが、それでもね、事故の可能性というか危険性っていうのはね、そこかしこに潜んでるわけですよね。こうやって運転しながらそれを、まあ一つ一つ噛みしめるというか、まあそういう気分で今走っています。こうね、うん、赤だからもちろん止まりますけど、釣られちゃうことがありますよね。ね、誰も悪気があってのことじゃない時もあるんだけど、前の車に釣られちゃうっていうのはやっぱり注意力が不足してるんですよね。これはいけませんね。はい、というわけで反省しながら走っております。来るときにね、お話しした一時停止がちょっとこう頭がね、顎がですね、車の停止線にかかっていて違反切符を取られましたっていう、しかもちょっと止まる時間が短かったようですという話をしましたけれども、これはやっぱりきちんと守んなきゃいけないですね。きちんと止まった上で、そこがね、止まった位置が左右の見晴らしが、見渡しが悪いとしてもですね、とにかく一旦はきちんと止まって、その上でですね、また少し、車を徐行させて、また左右を確認してですね、それから交差点を、まあ、入るというか渡るというかということをやらないと完璧な安全確認とは言えないですね。お、ここにもフォルクスワーゲン T ロックがあ、なんか挨拶されちゃったか、 T ロックが並んでおります。ついこの前までは T クロスが T クロスがですね、中心の品揃えだったと思うんですけど、この間もね、走って気がついたことなんですけど、わずか1週間くらい前ですかね、今は T ロックがショールームの主力になっていますね。変わりました。どうしたんだろう、新しいバージョンが出たのかな。多分まあ何かマイナーチェンジはね、あるんだとは思うんですけど、人気車種に、またなっていくんでしょうか。T クロスの方が売り上げ台数は多いはずですけども、T クロスも検討していると。それから気になるゴルフ8ですけどね、まだあんまり並んでないですよね。一時期入ってきてるよという話は聞いたんですが、またなくなっちゃって、まあこれは多分バックオーダー分ですよね。事前にオーダーしていた人の手元に渡っていってですね、また品薄になっていると、そういう状況なんじゃないでしょうか。さて、道がよくわからないんだけど、ここを曲がってみようかな。三鷹通りを左折してみましょうか。宇宙技研の航空宇宙技研のところですね。ジャグザとは違うのかな。
どうなんだろう。あ、そうそう、この道で正しいですね。これはどういうこと？あ、そうか。お、リーフでしたね。かっこよくなったですね。日産が誇る電気自動車実用化第1号と言ってもいいと思うんですけど、リーフね。初代と2代目はあんまりパッとしなかったけど、今多分3代目になるのかな。なかなかかっこよいですね。はい、ガソリンスタンドの前に来るといつもね、安くなってきてるかなと思って見るんですけど、やっぱりね、高止まりしてますね。まあ、あのニュース報道の通りです。国際情勢のこともあるでしょうし、円が少し弱くなってるってこともあるのかな。それから産出国のコントロールですよね。あんまりむやみ大量に産出させないで価格の安定を、図っているということですけど、軽油 T6 は軽油だからまだ少し助かりますけどね。148円ですね。今かっこよかったですね。なんだろう、あの車。詳しい人はね、パッと名前が出てくるんでしょうけど、はい、今三鷹の市役所の前ですねを通過しております。お目当ての、お、はいはい、いいですよ。心配させちゃってごめんねっていう感じもします。こういう時どうなんだろう。信号だからいいのかな。どうなんだろう。気になりますね。むしろあれだったら停止線を後ろにずっとセットバックしてくれた方が心安らかに止まれるんだけどな。やっぱりまだ分かんないことがいくつもあるんですよね。はい、駐車場空いててよかった。ちょっと段差があるのでゆっくり行きます。ゆっくり行きますと。目いっぱいかな。ちょっと斜めってるけど許してもらいましょう。では行ってみたいと思います。はい、美味しかったです。担々麺の、お昼のランチに担々麺があって、ご飯を大盛りでいただきました。うまい辛い、うまい辛いの永久運動ですね。さて、うまく出せます。あ、ちょうど赤信号なんですね。ありがたい。はい、春の風物詩といいますか、黄砂が飛んできてますね。東京は黄砂の影響っていうのはあまりなくて、わずかではあるんですけど、やっぱり車にはですね、付着してしまいます。それから、パラパラっと雨が降ったりするとですね、それが粘土状になってこびりついちゃうんだと思うんですよね。激しい雨だったらね、いっそのこといいんですけどね、パラパラっとこう湿り程度
だとちょっとこう払いきれないですよね。またまた洗車しなきゃいけないのかっていう感じですけど、洗車は洗車でね、うちの近所はマニュアルで洗車できるところがないんですよね。あ、加えて機械式洗車の場所も少なかったんじゃないかな。そうそう、友達からお誘いがあってですね、来週はスノボへ行かないかという、なんか久しぶりのお誘いですね、こういうの。4年ぶり3年ぶり4年ぶりとかね、もっとかな、5年ぶりぐらいかな。まあしかしなんとかなるでしょう。あの板をきちんと履いて気合を入れればですね、あとは自転車と同じで一度身についたものはなかなか忘れないと思うので、うまく滑り出すことはできるんじゃないかと思っています。こういう右折ありなんだ。前の車もちゃんと法定速度守ってますね。偉いな。きちんと低速で走っていますね。あ、業務スーパー。業務スーパーってなんか何々がいいんだってなんか聞いたな。YouTuber さんのなんか、ご飯作ってるかなんかの。あ、忘れた。でも何だったかな、見かけたらぜひ食べたいなと思ってたんですけどね、買っておこうと思ってたんですけど忘れちゃったな。はい、 ACC で、自動的に、綺麗に、お、綺麗に止まってくれました。春のね、こうちょっと霞んだ感じの気候ですね。もう春なんだなと思いますね。まあ東京はこう春がだんだん来るんだけど、まあもちろん全国的にですけども、スノボ行こうかなと思ってる新潟方面はですね、まあ、 あの滑り出したら暖かいんでしょうけど、まだね雪はたくさんあると思うんですよ。ですので、真冬よりは1枚レイヤーを抜けるかどうかわかんないけど、まあ、 あの多少軽量な感じで活動しやすいウェアで、滑りたいと思いますね。まあ、あんまり無理しちゃうとね。
はい、では今日はそんなところで運転免許更新行ってきましたという巻でした。では次はスノーボードかな。はい、ではまた。おっとっとっと。